サニエル・チャールズ・ロス・チャイルド閣下は、イギリスの銀行家、動物学者。英国ロス・チャイルド家の着流である初代、ロス・チャイルド男爵なサニエル・マイヤー・ロス・チャイルドとその、夫人エンマル・イーザ・フォンドー・オトシルトの次男として生まれる。第2代、ロス・チャイルド男爵ライオネル・ウォルター・ロス・チャイルドは兄に、当たる。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジを卒業し、マスター・オブ・アーツの学位を取得。 兄同様動物学研究に造形が深く取り分けのみの研究で知られる。彼の研究成果は娘のミリアムに引き継がれ全7巻の飲み図鑑としてまとめられた。しかしチャールズは兄よりも家業である銀行業への責任感が強く、1日の大半は NM ロスチャイルドサンズの銀行業に費やしつつ、週末や休暇を使って、 動物学研究に尽くしていた珍しい動物や、昆虫、草花の収集のために、世界各地を旅行し、その一環で1903年には日本を訪れた。彼は日本を非常に気に入り、友人への手紙の中で、日本は天国だよ。親がとやかく言わなければ、ここで暮らしたいと書いている。また、明治後期の日本の急速な経済発展にも注目し、帰国後、 日本に NM ロスチャイルドサンズの支店を置くべきと、父ナサニエルに進言したが、却下されている。結局 NM ロスチャイルドサンズが日本に支店を置くのはそれから85年後の1988年12月を待つことになる。1905年には、ノーサンプトンシャー州長官に就任する。1915年に、父が死去した際には、 銀行業をやる気がない兄に代わって銀行を継承したものの2年ほどで体を壊し退任した。銀行はおじ、レオポルドの息子であるライオネルとアンソニーの兄弟に受け継がれることになった。この兄弟は銀行業の才能があり、経営は再び軌道に乗ったという。スペイン風邪をこじらせて精神病になり、 1923年に自殺した。兄である、第二代、ロスチャイルド男爵ウォルターには、男子がなかったため、彼の長男であるナサニエル・マヤー・ビクターが、第三代、ロスチャイルド男爵位を継承している。1907年に、ユダヤ人ハンガリー貴族の霊場ロズシカフォン、ベルトハイムシュタインと結婚し、彼女との間に、以下の4子を設けた。ありがとうございます。